おすすめ大満足ランチ、魚料理が自慢のお店をご紹介しましょう。島田市新町通りにあるご飯屋トトモです。明るく開放的なお店には地元のお客さんが多く訪れます。和食とか洋食とかいろんなものが食べれるお店です。ファミリー層にも大変人気で、お子様が好きなピザとかもあって、皆さん喜んで来てもらってる、そんなお店です。実はトトモは魚屋さんが始めた食堂、鮮度抜群の魚料理が楽しめます。ご主人自らが市場に仕入れに行くため、魚の味は折り紙付き。そしてランチタイムにはそんなお刺身が船盛りで登場します。マグロやタイ、アジに加えて、お前崎さんのもっちりとしたカツオなど豪華7点盛り。やっぱ船に乗ると豪華さが出てくるもんですからね、お客さんそのものを見るとね、わあすごいっていうお客さんがほとんどですね。やっぱお皿より船で出てきた方がなんかお客さんも喜んでくれるもんですからね。いろいろ食べたいという方におすすめなのが欲張りランチ。揚げ物や刺身、丼など組み合わせは10種類以上です。中でも焼肉と漬け丼が一押し。ランチを出している間にお客さんがね、これも食べたい、あれも食べたいっていうお客さんがだんだん増えてきましてね、それじゃあ、それもこれも全部セットにしたいって言ってできたのが欲張りランチです。それこそお腹いっぱいに、ね、なっていただいてね、満足して帰っていただければいいなと思ってます。醤油ベースのタレにつけたマグロの漬け丼、焼肉には豚バラとたっぷりの野菜が入っています。甘めに仕上げた焼肉は八丁味噌が隠し味、コクがありご飯とも相性抜群、やみつきになる一品です。テイクアウトも充実しているのがトトモの魅力。中でもオーブンでこんがり焼いたサバを乗せたお弁当は店主一押しの人気メニュー。ノルウェーのサバを使ってます。大変脂があって美味しいサバだと思ってるもんですから、食べていただければいいかなと思います。知り合いの精肉店とコラボレーションしたコロッケ弁当もおすすめ。ベシャメルソースのクリーミーな味わいにエビの旨味が際立ちます。大変な時期ではございますけどね、負けずにね、今まで通り丁寧にね、美味しいものを出すように努力して、お客さんがねまた増えてきてくれるようにね、頑張りたいと思います。予約をすれば熱々の石焼き丼がお昼から楽しめます。地元で愛される町の食堂、ご飯屋トトモです。